N スタは二千十年三月二十九日から TBS テレビ及び JNN 系列各局にて平日と日曜日の夕方に放送されている報道情報番組であるステレオ放送リアルタイム字幕放送を実施二千十年四月から二千十七年三月第一期 TBS テレビでは二千九年春改編にスタートした総力報道ザニュースと 半年後に開始した総力報道。ザニュースの前座番組イブニングワイドを2010年3月26日で打ち切りイブニングワイドをリニューアルする形で2010年3月29日に本番組をスタートした。TBS テレビ公式サイト内の番組紹介では2番組の統合により誕生した本番組をハイブリッドニュース番組と称している。 開始当初の全国ニュースは17時45分から18時15分の30分間。さらに2009年9月以来、半年ぶりに全国ニュースと関東ローカルニュースを統合した。放送終了時間が19時となり、8年間実施されていた平日19時台のフライングスタートが廃止。開始当初、本番組は17時45分を境とした二部制を敷いており、 1> 第1部、第2部から構成されていた。総合司会には元 NHK アナウンサーの堀尾、正明、その他にも TBS アナウンサーの長峰幸、藤森翔平をはじめとする面々に加え、TBS アナウンサー県報道局記者の佐古忠彦が起用された。番組前編において、キャスター陣による掛け合いトークを多用しており、場合によってはコメンテーターがそれに参加する。当初は、 イブワイ同様に、スタッフの笑い声やコメンテーター紹介時の拍手が入っていた。ステレオ放送。2011年6月6日から9月9日まで、節電の一環として、クールビズを導入した。半袖シャツにネクタイを締めて出演することが多かった、お天気キャスターの森田正光などを除き、堀尾、サコラ男性出演者のほとんどはネクタイを着用せずに出演した。 2012年3月23日をもって、女性メインキャスターの長峰とサブキャスターの赤尾にエト・と愛が降板。長峰と赤荻は日曜版、メインキャスターに転出。同年3月26日からは、久保田智子がメインキャスターに着任。番組自体のリニューアルも行われ、イブアイ時代から続いたバラエティ色の強い演出は、されなくなった。 これまで全国ニュース枠にレギュラーコメンテーターは出演していなかったが、コメンテーターとして、かつて JNN ニュースの森キャスターを務め、夕方枠には4度目の復帰となる、杉尾秀才が出演する。2013年3月29日、メインキャスターの久保田が降板。翌週4月1日からは、ミノモンタの朝ズバ。で、サブキャスターを務めていた加藤シルビアと、 総力報道。でキャスターを務めていた竹内明が新たに加わり、三級だった山内あゆも番組に復帰。堀尾が全国ニュース枠への出演を取りやめ、番組内容もリニューアル。また、第2部及び全国ニュース枠の開始時刻は17時50分に変更。二千十三年九月三十日から TBS テレビにおける放送開始時刻を十五時五十分に、 繰り上げ3時間10分番組とし、この当時としては在京キー局では最も開始時刻の早い最も放送時間の長い夕方ニュース番組となった。これにより、TBS テレビにおける朝、昼、夕方ワイド番組の放送時間がいずれも約3時間となる。また、フィールドキャスターに2013年入社の TBS 新人アナウンサーが新たに加入。 番組は16、53.17、50を境とした三部制を敷き、第0部、第1部、第2部から構成される。第0部はバラエティ色の強い演出や構成手法が取り入れられている。2014年10月6日より番組が加工傾向だったことを受け、本番組を第0部、第1部と第2部に対別し、第零部、第一部の N スタニュースワイド、 第2部の N スタニュースワイドに番組になり、両方の天気コーナーを担当する森田を除く、出演者もそれぞれに分割。N スタニュースワイドは、バラエティ色のあるニュース解説と生活情報、芸能情報を軸とした情報番組。N スタニュースワイドは JNN 協定に基づく全国ネットワークニュースを軸とした本格派報道番組となっていた。ニュースワイドは、ホリオと、 山内あゆが総合司会を務め、ニューズアイは竹内と3年ぶりの本枠復帰となる佐古が総合司会、加藤がサブキャスターを務めた。開始時間は3分、遅い15時53分開始、視聴率は上昇し、TBS テレビのゴールデンタイムが浮上する大きなジャンプ台にもなった。硬派な企画が意外にも視聴者に共感を呼んだ。これを受け本編終了は18。 57.05から19時に繰り下げられ、19時代の番組への接続が5年半ぶりにステブレレスとなった。なお、ニュースワイドに関しては、全編ローカルセールス枠だったため、放送しない系列局もあった。2017年3月31日をもって、N スタニュースワイド、N スタニュースワイはに番組とも放送を終了。これと同時に、イブニングワイド時代から、 TBS の夕方枠報道、情報番組の総合司会を務めてきた堀尾が、当枠を交板した。なお、堀尾は、同年4月3日から、ビビットのコメンテーターに就任した。なお、2番組の番組終了時の出演者のうち、山内、山本エリトギ、小林由美子、森田は、同年4月3日からの、N スタに続投となった。 2017年4月第2期2017年4月3日から新たな N スタがスタートした。メインキャスターにはかつて朝ズバ。で、総合司会を務め、同年3月までホリオの移動先であるビビットに出演していた井上隆弘が就任し、ホラン千秋もキャスターとして新たに起用された。番組ロゴやテロップ、BGM 等もリニューアルされ、 TBS テレビの未天気ループの表示が5年ぶりに復活した若い視聴者にも向けた番組作りに路線を変えつつある2017年7月31日から第0.1部の放送時間が変更となり第0部が15時49分16時50分第1部が16時50分17時50分となった 2019年には山本がニュース23サブキャスターへの移動に伴って同年5月31日放送分で降板。6月3日からは吉原休みが山本の公認を務めている。さらに2017年4月5日からホランと共に月木曜のサブキャスターを務めていた国山破遷がグッドラック。 メイン MC への移動に伴って2019年9月26日放送分で交番同年9月30日以降の月木曜日では小林博士明がニュースプレゼンターに加わっている。2020年9月21日から番組ロゴやテロップ、BGM 等をリニューアルした。使用書体は放送開始当初から用いられていたニューロダンを廃止。 2020年度からの TBS のコーポレートフォントである TBS ゴシック TP に改め、同時期にリニューアルしたニュース23とともに、ブランド統一をさらに推し進めている。また、お天気キャスターの森田が月水曜日の出演となり、非金曜日のお天気キャスターに、国本見花が加入している。2021年3月29日から、 赤坂サカスからの中継で行われていた天気予報の終了や一部 BGM の変更などが行われた。平日版放送開始に合わせてザニュースを開題リニューアルしたものであり、これまで放送されてきた JNN イブニングニュースやザニュースなどと同様にストレートニュース番組として放送している。基本的なコーナーフォーマットは前番組のザニュースとほとんど変わっていないが、 これまで、モノラル放送であった音声モードを、ステレオ放送に切り替えた。さらに、これまで別番組だった、関東ローカル番組の、明日の空色を本番組の1コーナーとして吸収し、TBS での放送時間が30分間に、拡大した。2011年3月6日までは17時50分18時の10分間に、関東地方の天気予報が2度続けて放送される。 状況に変わりはなかった。2011年4月3日、オープニングが簡素化されてヘッドラインがなくなり、明日の空色も本編の天気予報コーナーに吸収される形で終了するリニューアルを行った。2011年10月2日以降はスポーツニュースとローカル枠が入れ替わり、TBS 以外では四十三点三0に一旦飛び降りてローカルニュースを放送した後、 1754.30二再び本番組をネットするという三部構成へと変更。また、2012年9月30日までは一部地域を除き、次番組、座世界遺産へは、スポーツニュースの後に60秒の予告、番組終了後にも5秒の予告を挟んで、そのまま番組本編に入り、事実上のステブレレス編成となった。 2014年4月6日からは、スポーツキャスターが加わり4人体制となった。2020年4月5日から、ロゴテロップ類、テーマ曲が日曜版バージョンとして新調される。多様なニュースを扱いたいという意味を込め、藍色を基調とし、虹色のラインが入ったテロップとなった。半年後の前日の平日版のリニューアルに先駆けて、TBS ニュースとのブランド統一を図っている。 新型コロナウイルス対策のため、ニュースパートは報道フロアから、スポーツパートは従来の N スタジオから伝える形に一時的に変更される。土曜日夕方の全国ニュースは、報道特集ネクストからリニューアルした報道特集が割り当てられている。ただし、世界陸上などのスポーツ中継で、報道特集が休止される場合は大体として N スタ名義で放送される事例がある。 15から30分の短縮版として放送される。年末年始の夕方ニュースは1999年始までは JNN ニュースとして放送したが、同年末の JNN ニュースの森以降は通常の夕方ニュースの短縮版として放送しており、これを踏襲している。20から30分の場合は男女のアナウンサー2人と気象予報士15部の場合はアナウンサー1人と 気象予報士が担当。平日の場合、通常の平日版の出演者は休みとなり、TBS アナウンサーのシフト勤務となる。週末の場合、土曜日は報道特集の出演者、日曜日は通常の本番組日曜版の出演者がそれぞれ担当する。2010年度は日曜版のフォーマット、2011年度以降は独自のフォーマットで放送される。このため、 ローカル枠のタイムテーブルが若干異なっている。また、一部の地方局では、関東ローカル枠も、天気のみもしくは、ニュース、天気とも差し替えずに放送している。また、通常、報道特集を放送している土曜日にも、大体放送を行う。エンディングで、JNN ニュースのテーマが2016年度まで約8秒流れていたが、 2017年度以降は本番組の平日版、日曜版と同一のエンディングテーマ音楽が流れている。2017年度のリニューアル以後は3月日の1日が曜日に関係なく平日版の年内最初の放送となっている。2011年より毎年12月30日に報道の日を放送するため当該日の本番組は休止となる。報道の日本編終了後に 同番組内報扱いで大体の JNN ニュースを放送する。2017年4月3日の井上時代初回の視聴率は第1部が6.7%、第2部が7.1%を記録した。2017年カミティ以降、視聴率上昇傾向にあり、日本テレビ、ニュースエブリー、テレビ朝日、スーパー J チャンネルと互角な視聴率争いを展開しているほか、 富士テレビ、みんなのニュース、プライムニュースイブニング、ライブニュースイットを上回っている。2018年2月の第2部、月間平均視聴率は8.2%となり、目標としていた8%を超えた。2019年6月26日放送分で、ニュースエブリーを上回り視聴率1位を記録。職業が記されていないものは全員、TBS アナウンサー。 曜日が記されているものは原則として記載された曜日のみの出演、担当は、イブアイよりは、総力報道より続投。突起のないものは、番組開始当初より出演、担当は現在、広尾のコメンテーターとして出演。総合司会、ニュースサブキャスターサブコーナーキャスター、ニュースプレゼンター、お天気コーナー取材キャスターニュースリーダーコメンテーター、 過去のコメンテーターは50音順で一下の通り。肩書はいずれも出演当時のもの重大事件、自己発生時やゲストが出演する場合など、編成、構成上の都合で番組内容やコーナー開始時間が変更となることも、ある。タイムテーブル2021年8月から第2部の JNN 枠以外は TBS テレビにおける放送時間を記す。ンは、 BSTBSBSTBS4K でもサイマルネットした事例。内の数字はジャスラック作品コードを表す。なお2010年2011年の年末年始版のみ、提供クレジットとエンディング時に JNN ニュースのテーマ曲が流れていた。2012年から2016年の年末年始版はスプラッシュ JNN ニュースバージョンが流されたが、2017年の 年末年始版以降は当番組のテーマ曲が流れている。ありがとうございます。